嫁になってくれますか ?7 月7日に返事待っていますプロポーズの言葉が書かれた手紙その隣には交際相手の女性に渡す予定だったネックレスの写真が掲示されています午前11時ごろカズワンに乗船し交際相手の女性にプロポーズする予定だった鈴木智也さんの告別式が帯広市内で行われました交際相手の女性はまだ見つかっておらず 安否不明者12人の捜索が待たれますまた国交省は家族への所費用の保証について近々説明会が開かれるとしています担当者によりますと知床遊覧船の桂田社長は乗客1人につき上限1億円の保険に入っているということです